疲れ様です。ももです。今日はね、今から島根県ですね。島根県と鳥取県ね、納品に行きたいと思います。今日はね、久しぶりに萩経由ですね。萩経由で島根県の方入っていきたいと思います。久しぶりに通るな、この辺。前ね、キャンピングカー借りて、ここ通ったんですよ。あれ、いつやったかな？ゴールデンウィークでしたっけ？キャンピングカー借りて、この辺通ったのよ。今日はとりあえずどこまで行こうかな。まあ、時間はね、結構余裕があるんですけども、とりあえずどっかでね、仮眠を取りたいよな。どっかね、大きいコンビニか、あとは道の駅ですね、探して、しっかりね、休息取りたいと思います。今日もね、しっかり安全運転で、ぼちぼち走ろう。はい、ここがね、思い出の道の駅阿武町ですね。道の駅阿武町。ここでね、キャンピングカー借りて一泊したいよな。ここはね、大型トラック進入禁止で入りませんので、通過しよう。また今度ここでさ、ゆっくりしたい。なんかね、今年の秋ぐらいに新しくね、キャンプ場がね、できるらしいんで、そのね、キャンプ場ができたらまた来よう。さあ、今日はどこまで行こうかな。ね、もう少し走ったら、どっかね、コンビニか、道の駅でね、休息取りたいと思います。はい、ここはね、道の駅かな？道の駅浜田かな？浜田の道の駅まで来ております。こっからあとね、150キロぐらいですね、目的地まで。とりあえずね、今日はここで寝る。ここで眠ってね、また明日の早朝から走るという形取りたいと思います。こっからあと3時間ぐらいですね、大体。うん。さあ、ここで少しのんびりしよう。Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I現在ね、この辺り一帯大雨洪水警報が出ているみたいですね。雨はそんな降ってらんないけど、さっきまでね、すごい雨が降ったみたいで、川がね、すごい増水しとる。で、田んぼもね、もう通路がなくなってますね、田んぼ一帯。うわ、ここすごいな、水がすごい溢れてとる。ここ水路があるんかな、水がすごい溢れてる。で、今雨降っていないんですけど、ほとんどだいぶ降ったような感じですね。田んぼの境目がなくなっとる。うわ、すごい。しっかりね、雨の状況も見ながら、ね、川の増水、ね、注意しながら走りたいと思います。ね、だいぶ降ったよな。すごい警報が鳴る。さあ、気をつけて走ろう。はい、現在ね、松江市の納品完了です。松江市に2軒卸し完了。今回はですね、島根県の松江で2箇所卸しまして、その次鳥取で1箇所、全部でね、3箇所卸しですね。でまたね、雨がすごい降ってきた。さっきまでね、雨上がっとったんやけど、今またね、すごい雨が降ってきた。
とりあえずね、今から鳥取まで、ここから約2時間ですね。100キロちょっとありますんで、2時間ぐらいかかる。少しずつね、鳥取に向けて走ります。急に土砂降りになった。もうびしょ濡れ、びしょ濡れた。急に降ってくるんや。もう受付行ってきまして、受付行って受付完了して事務所出た瞬間土砂降りになりましたよ。もう着替えてもな、またどうせ汗かくけ、ちょっとこのまま行こう。参った。今倉庫の方来まして、荷物が積めるのがね4時半以降になるらしい。今から準備してからね、それから積み込みらしいんで4時半になるって。1時に入ってね積めるって話やったんやけど4時半になるらしい。なんでやろ。僕多分ね最後の便なんですよ。最後の便やから遅いんかな。急遽荷物が変わったんかもしれん。何しよう、3時間半何しようかな。今日ね特に通行止めとかねたくさんありまして、早く積んで早く出ようかと思ってたんやけどそうもいかないですね。参ったな。まあしょうがないですね。もう少し待っておきたいと思います。ただねちょっと服濡れとるからさ、服がねずぶ濡れたからさ、服だけ着替えとこうね。このままやったら風邪ひいちゃうからね、着替えとこう。そしたらしょうがない、待っとこう。よし、積み込み完了。積み込み完了です。現在5時30分。大相撲やってる。大相撲ちょっと着替えよう。着替えてばっかしや。よいしょ。シャツ、シャツ、シャツこの前買ったのね、丸首 T シャツ。これねダイソーで買った。ダイソー300円です。300円でね T シャツが売ってやった。これで十分よ。新品のシャツは一回洗った方がよかったかな。まあいい。お、結構ね伸縮性があって、伸縮性があってこれいいんじゃないので、厚みもねそれなりにある。今着とるやつより厚みはある。どうかな、なんかいい感じ。着心地はね、着心地はいい。これ材料何なんかな、書いてないな。悪くないわ。うん、これ気に入った。今度ダイソー行ったらもう少し買っとこう。さあ今からね、九州向けて帰りたいと思います。帰りの荷物は福岡県ですね。福岡県行きの荷物積んだんでね帰りたいと思います。靴下も脱いじゃい。よし、よし、それじゃあね、ぼちぼち帰りたいと思います。